よろしくお願いします。はい、ではですね、今回、このエアウルフの、キット発売ということでですね、まあ、まずこの構想の部分のところからちょっと説明を島山さんの方からしていただきたいと思うんですけれども、はい、よろしくお願いします。エアウルフというものが3つのパーツになっていて、はい、1つがアルミの板、はい、でこれがあの基板になっていて、ここにあの酸化資産の蒸着をさせます、はい、でアルミの基板と酸化資産、それにあの LED の UVC ですね、はい、あのいわゆる紫外線、はい、これを当てることによって、この中を通る RNA タイプの単細胞のいわゆる分子になっているものが全て電気分解されて、はい、水と二酸化炭素になるっていう原理が光触媒って呼んでます。今回エアルフの最大の特徴は、今までの光触媒はまず面積をどう稼ぐかなんです。空気を通過するときに、いわゆる有効面積が広ければ、空気の中に含まれているコロナウイルスだったり、あるいは匂いですね、まあ、こういったものが逃げられないじゃないですか。でこの面積が狭いと確率の話になるんで、当然逃げられちゃうと、はい、で私もは関係会社特許をたくさん持っていて、はい、実は今宇賀さんお持ちのその小さな中に、バレーボールコート1面分ぐらいのアルミの金属板を超圧縮をして、はい、中がものすごく精密な構造になってます、はい、でその中に酸化資産を置くんですけれども、はい、酸化資産というのは非常にフラフラした物質なんです、はい、でこれを蒸着って言って常にキープするためにはノリをつけていたんです。でノリをつけるので、当然あの酸化資産の有効部分っていうのが全体の 10% ぐらいしか出ていなかったので、光触媒の紫外線が当たって酸化資産と反応する時に、この面積が小さいので効かないことはないんですけども、通過できちゃう分子がたくさんあったんです。で今回私の特許は酸化資産にノリをつけずに、アルミの微細な穴の中に蒸着をさせているんです。ですから酸化資産の分子の力がほぼ 90% 以上、いわゆる紫外線と反応を行って活性化することができているので、通常のサイズを比べると何倍っていうのはなかなか科学的な根拠はないので言えないんですけども、私どもが今までやってきた過去の製品と比べると、それこそ10倍20倍の効果があるっていうようなものになっているのが今回のエアウルフです。これはもうすでにあの医療現場とかでも導入されているという、はい、ですか。はい、おかげさまで。もっと大きいタイプで、はい、医療現場ですとお薬をもらうところ、はい、あるいは受付をするところ、はい、あるいはあのドクターが診療するところ、まあ、それぞれの大きさに合わせて広かったり狭かったり、はい、あるいはあの手術室で、はい、手術の後に匂いが残るじゃないですか。でそれがこれの大きいファンをつけたものですと、 ほぼ1日経たずに匂いが消えるので、そういった使われ方で、私どもが直接販売しているわけではないんですけども、あの代理店で販売していただいて、数百箇所以上も導入していただいています。じゃあ効果としては、空気中のそのウイルスのような、まあ、あらゆる物質というか、はい、もう分解してしまうというようなイメージ、はいはい、それでそのウイルスが死滅したり、はい、匂いが消えたりとか、はい、そうです、ね、はい、だからコロナ COVID-19 のために作ったものではなくて、はい、インフルエンザとか、はい、あとペットホテルでも使われ始めてますけども、匂いの分子とか、はいはい、もうそういうものを水と二酸化炭素に分解できる光触媒の技術を活用させてもらってます、はい、ですからあの今宇賀さん持ってるのにフィルターがない。あ、はいはいはい、世の中のさまざまないい機械たくさんありますけども、はい、あのフィルターの網を小さくして、はい、そこを通過させないでこの中に閉じ込めておくというタイプのものと、はい、私どものように紫外線と酸化資産の化学的な電解を活用してもう分解しちゃうと、つまりもうそこにはウイルスという分子は存在しない、あるいは匂いという分子が存在しないと、はい、いうやり方と、今大きく分けると2つあって、あのどちらもメリットとデメリットがあるので、決してフィルターが悪いということではないんですけど、
今回のようなもうメンテナンスしたくない、あるいはもう置きっぱで電気つけっぱなしにしとけばいいっていうような方には私の方が向いている場合もあります。じゃあもうメンテナンス一切いらずにこのつけとくだけで、はい、いいってことですね。はい、で UV は LED なので、はい、当然あの電気代がほとんどかからないんです。はい、じゃあ電気代としてはその LED の光ってるところとこのファンの回してるところっていうくらいなので、はいはい、非常に省エネな、はい、だから1000ミリアンペアの、あ、1000ミリワットアンペアの普通のモバイルを充電するバッテリーあるじゃないですか、はい、あれで1ヶ月も動きます、ね、1ヶ月ですか。それぐらいあの電気使わないです。難しいですね。これはその製品版のものとの違いっていうのはその規模というか大きさの違いとかそういうところが、あの一番の違いがファンの音を下げたこと、それからできるだけ小さい径で大きさの穴でより空気を吸えるような効率的なものを作ったんです。はい、それが特徴です。大きいところ用にはやはりこれだとファンが小さいので、病院の待合室とか幼稚園とか、はい、例えば30畳50畳みたいなところですと、はい、皆さんがよく知っているサーキュレーターぐらいのファンを回さないと隅々まで空気を吸い込めないので、はい、そこが一番の違いです。その代わり音で言うとそれこそ70デシベルとか、あ、結構大きい、大きいじゃないですか。家でも使われてるかもしれませんけど、サーキュレーターは、はい、今世界で一番静かなサーキュレーターが36デシベルぐらいです。で36デシベルですと普通の会議室の誰も喋ってない状況なんです。でこのファンの大きさをそれを追いかけて作ったファンの大きさですので、はい、通電して電気が流れてファンが回っていても、はい、普通のあのご家庭のリスニングルームであれば、はい、ほとんどファンの音はしないと思います。でこれが56デシベルになると、はい、それなりにあのやっぱりこう蚊が鳴いてるなぐらいの音は聞こえます。あ、これは何デシベルですか。36まではなかなかできなかったので、はい、測定値ですけど、はい、40から43ぐらいの間なので、そうですね、あのスピーカーに通電しているときに、はい、スピーカーってかすかに揺れてるじゃないですか、電流が。あ、完全にあのアナログなんで、はい、あれが25ぐらいなので、うん、耳当てれば分かりますけど、はい、離れたら多分聞こえないと思いますけど、はい、多分このぐらいの距離だったら分かんないです。そうですね、このぐらいの距離で聞こえる人は相当耳のいい人だと思いますけど、まあ、あと部屋がものすごい静かな。そうですね、いわゆる反射のしない無響室あるじゃないですか、はい、そこだと聞こえると思います。はい、はい、でも今だとエアコンの方が大きそうですね。そうですね、エアコンのちょうど今鳴ってるデシベルが52ぐらい。52ですね、騒音計が中に入ってらっしゃるんです。昔通信会社に勤めていて、はい、音のデシベルが専門でもあったんで。ああ、でも大体大きさは分かっちゃうんです。要は通信会社に来るクレームは大体雑音と騒音とノイズなので皮膚感覚で持ってるっていうか。ああ、ノイズとの戦いという意味ではオーディオと同じ。いや、あのそんなレベルが全然違うのであの人間の声の 3.4 キロの真ん中の、はい、ところだけを注力してやっているのが通信会社ですので、下も上も全然関係ないし、聞こえない倍音なんて鳴らした瞬間に怒られるじゃないですか。だから真反対の業界かもしれないです。あ、そうですか。はい、自分も実際にちょっと使わせていただいたんですけど。ありがとうございます。すごいなんかこう心地よい感じになるというか、まあ、消臭なのか殺菌なのか、まあ、両方だと思うんですけど、まあ、ちょっとすごくこう空気がなんかいいなっていう感じになって、あと、まあ、これはちょっとあの言っていいのか分かんないですけど、ちょっとそのいい匂いはしたんですけど、それはなんか特徴のあれの一つだったりするんですか。あの2つ理由があるというふうに科学的には分析していて、はい、1つはですね、はい、純粋っていう水も、はい、何も不純物が入ってないと、はい、透き通ってきれいで、飲むと水そのものの味がするって言うじゃないですか。はい、でも空気もそうみたいなんです。だから我々がいるこの
例えばあの道路の空気は排気ガスとか不純物がもう何パーセントも入ってるじゃないですか、あの空気の匂いは絵の具の色を全部混ぜると黒くなるように、同じようにあの香りとしては人間が受け止めたくない香りになるみたいなんですよ、で一方あのこの私も作っているエアウルフは、空気中にあるそういう不純なものを分解して自然界にある水と、もうほんのちょっとした少量の CO2 と水になっているので、空気中の中に漂うそういう不純物がなくなるので、空気があの山の中のような綺麗な空気になるっていうのは昔から言われてます。でこれが一つなんですね。でもう一つは匂いに関して言うと、多分あのご自分で住んでらっしゃるところの匂いは脳が慣れていて、その匂いにはポジティブな匂いになるじゃないですか。でそれを阻害するのはホルムアルデヒドとか建材の匂いなんですけど、これはあの多分このエンクロージャー内に入っている海苔とかどうしてもそれ使いますよね、場合によってはそういうものを出す匂いも全部消してるんですよ。だからひょっとするとそういうものが感性の高い方だと入れる前と入れた後でなんかちょっと空気が清らかで匂いが消えてるからそういうふうに感じる方がいるみたいですよ。じゃあこれ自体が何かその匂いの元みたいなのを生み出してるわけではなくて、何か本来の本来的な何かが引き出されてるのかもしれないそうですね。